が生きてて、で、サムのためにあれするんだよ。宝探しに一緒に行くんだよ。あれ、たく信じられないな。脱獄してお前といる。しかもイタリアに。ああ、マジでな。もっとのんびりできるんならいいんだけどな。まあな。ここの景色はなかなかのもんだぜ。え？ああ、前にも来たことがあるのか？ああ、まあね。ああ、3回。ちょっとした仕事でさ。サリバンとか？ああ、そうだ。そうか。何これ？ん？飲むの？なんだよ、登んねえのかよ。ジャンプなんだっけ、これだっけ。なんかさ、ディビジョンとボタンが違うからさ、なんか分かんなくなっちゃって何？何？俺が先行くの、これ。こっからじゃ橋に上がれないな。橋に上がるのか。どっから行くんだろう。お、下に針が見えるな。ロープ届くか。こんなの楽勝だったの。見てろ。ほら、どうした。あれ、ミスった。もっと手首をうまく使えよ。ほら、出せ。ほら、ね。2回目ならまあまあだな。じゃあ行くぞ。どこ飛ぶの、これ。ねえ、これどこ飛ぶの、これ。これ登るんじゃないの、これ。これなんか登れなかったっけ。これどこ行くの、これ。うわ、手繰り寄せる、これ。あっちかの？あ、ぐるんって一周ってこと？マジか。無理そうじゃね？だから多分手を伸ばしそうなとこがあるんだよ、多分。きっと。こうなんか、ほら。なんか手伸ばしてる、あそこ。今の見た。ああ、まるでプロだね。お次どうぞ。よし、次はどこだ。俺か。いけないの、これ。いけないの。いけないで。よし、行くぞ。一発だ。はい、自慢すんなって。もう上がれないんだけど。いいぞ、小犬さん。そこから下に降りればこっちへ来られそうだぞ。どこ行っ今行たくの、よ。兄さん。兄さん、どこ行ったの。あ、兄さん、どこ行ったの。でも下に降りるって言ってたよ。場所を変わろう。俺を乗り越えろ。捕まっとく。よし。え？これどこ行くの、これ。右だよ。こっちじゃねえよ。よし、行くぞ。見とけってサメを。ああ。
一発だ。はいはい、自慢すんなって。あ、そういうことね。いいぞ、コイネさん。そこから下に降りればこっちへ来られそうだぞ。今行くよ。怖い。うん、分かってる。オッケー。はい。どうすんだこれ。ロープ？ロープ？スイングする方向に。これいけんのかこれ。うわー、おお、すげえなこいつ。兄さん早く行って。兄さん。あ、そういうこと。なんかいるぞ。Bene lì sta. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Yoshi, iso. Oi, oi, 今の見たか？下っ端のくせにすごい装備だったぞ。オークション会場に来て、なんか盗む。だといいけどな。この、この中に忍び込んだ時に、なんか、なんかタキシードみたいなの着てるから、それが汚れないようなつなぎ。無所の中じゃな。当たり前のことが恋しくなる。虫が飛んでる、虫が。例えば新鮮なシトラスの香りとか、バイクに乗るとか、くだらないけど恋しくなる。うわ、なんか蝶ネクタイしてんじゃん。うん。どうすんの？こっち来たけど、屋敷入るんだよね。ん？なんかあるぞ。宝見つけたね。どうすんのこれ。兄さんどこ行った？黄昏れてるぞこのところ。よし、もうちょいだ。あそこに行くのか。行けそうだ。え、L？ 一長押しでロープを使っており、ああそういうことね。
いいぞ、降りてこい。ここに登る必要あったのかな。なかったようだ。ジャッジってこんなに痛かったっけ。ええ、年ってやつだ。それで、お前の冒険の話、ああまだあるだろ。写真ぐらいないのか。ないんだよ。エレナが撮影したけど、カメラが壊れて。もったいない。でも絵なら描いた。家に帰ったら見せるよ。お前が絵だって。すげえ絶壁なんだけど。冷蔵庫にでも貼ってんのか。おい、結構出来いいんだぞ。楽しみ。どうする。こっからじゃ無理そうだ。こっから登れんじゃねこれ。ああ冷蔵庫に入ってるよ。こりゃ安全そうだ。どう見ても不安定って感じだ。ここにぶら下がりそうな気するんだけどな。くそ。大丈夫か。ああなんとかね。え、おー揺すりたいんだけどどうすればいいのこれ。振りたいんだけど。いくよ。うわっ、おいや怖えだろだって行き止まりなんだけどどうすんのこれ。兄さん、お、サムが最後にミスったらかっこ悪いな。ああそうだな、俺はミスらない。痛いらしい。手を貸せ。姉さん、姉さん、何？あ、そっか。ほら脱ぐでしょ。オッケー。大丈夫？うん。どうだ？寒ふけたね。着飾った悪党みたい。よし先に行け。サリー、ガロツキどものパーティーってのはたまんないね。なんでどこだってハマキを据えちゃうんだろう。久しぶり。元気にしてたか。覚えてる、生き返った兄貴サリーは。俺はたまげたね。15年か。ああ
無事でよかったね。それじゃ十字架をいただいてサムを救おうぜ。どれだけじいさんになっちゃってるんだけど。おい、どうしたんだ。来い、見りゃわかる。あれだ。おお。あの十字架はなんで。ついさっき保管庫からじゃじゃんとお出まし。順番を変えやがった。誰かが大金でも積んだんだ。入札まであとどれくらいある。10分か15分ってとこだ。もうダメじゃん。なんとか盗み出さないと。こんだけ人がいるとこでやったらすぐに落ちるじゃん。まあな、けど気をそらしゃいいんだろ。え、例えばパッと浮かばないけど。なんとかなるさ。十字架に近づくの見られてみしてみなかったら、うん、なあ、無所にいた時のことを思い出せ。悪さをする時は決まって暗くなる。消灯時間。そっか。でも電源室なんてどこにあるんだ。通気口に電気。でっけえ屋敷だな、おい。そしゃこれで電気を消して。堂々と盗む。非常用電源はどうすんだ。ってことはほんの数秒間しかないってことか。十字架のすぐそばで待ってなきゃ無理だろうな。怪しすぎてすぐ捕まっちゃうんじゃないの。スクザーティスニョレアンティパスティ。いいよ。いや、元気。チャオ。おい、サム。ウェイターならいける。そりゃいいね。うん、それだ。よし、俺が電源室で電気を消す。俺はウェイター。盗みはプロだろ。サリーはホールで十字架を見張ってて、何かあったら頼むぜな。よし、来た。いいか、絶対にうまくいく。行くぞ。ああ、ほんじゃ、お前ら張り切っていくぞ。張り切っていくぞって。サリーは全然変わってない。でさ、電源室がどこだか全くわからないんだけどさ。これ地図とかあんの。これすみません。電源室どこなの。もう全くわからないんだけど。ついていけばいいのか、サリーに。なんか俺はフランス語のことは分かってるつもりだし、発音だって悪くないと思う。でも数ヶ月前、恋人とコンピューセンターに行った時、例の品を売ったんだ。ほら、去年買ったあの吊り下げるボールみたいな。抽象芸術は理解不能だ。とにかくあの巨大アイスバッグの横を通った。あれが一体何なのかよく知らないが、それで外に出たらクレープ屋があった。そこで俺は見栄を張ってフランス語でクレープを頼んだんだ。こう、ユン・クレッペ・アベック・スカ。分かってる、まあ聞けって。ワインセラーのドアって行こう。やっぱジュースはダサいテクノだよ。失礼。来たぞ。よし、やるか。閉まってるよ。クソ、閉まってる。さっきも開いてたぞ。なんとか開けられないか。ダメ、電子ロックだ。そんじゃ他の方法。見たか、キーカード、ケツのポッケ。ああ、任せろ。おい、待て待て、ここでやるのか。人が多すぎるだろ。するな。ささっと抜き取るだけだろ。はいはい。
ああ。うん、さすが。まだ何もしてないって。知ってる。抜いたで。どんなもんだ。プロの仕事に感動しちゃったよ。オーケー。ほんじゃ本番行くぞ。これつけてけよ。最高。頑張れよ。サリーもな。本当さ、じいさんになっちゃったね。なんか最初にいた3人、刑務所にいた3人の一人でしょ。あの、あいつ監視殺したやつじゃないの。サリーじゃなかったっけ。手を挙げて。はい、ビクター。ナディンちゃん、会いたかったぜ。今回は私の勝ちだね。本物だったら今頃天国ってか。道が一番って気づかなかったよ。そう、わかるでしょ。おめかしも仕事の一部なの。たまにはね。決まってるじゃないか。君には負ける。こういうとこ苦手。英語がわかる人と会えて少しホッとした。アメリカ人でもね。アメリカなまりは好みじゃないの。バーに行くけど、何か飲む？スコッチよ、スコッチ。相変わらずね。ネト、聞いてたか？聞いてたよ、お姉ちゃんとイチャついてんのをね。しかもあのナディーン・ロスと来たもんだ。ナディーン・ロス、あの傭兵会社のリーダーか。なんだっけ？ショアラインだ。それだ、サリー。揉めてたよな。それ以上だな。でも根に持つタイプじゃなくて助かったぜ。準備いいぞ。よし、そろそろ行くよ。サリーも気をつけてな。ありがとう。いいか。ああ、行こう。まずはウェイターがいそうな場所を探さないと。厨房から一人おびき出すのは。んじゃ、厨房に行ってみるか。すげえな、これ一体何人分の食料だよ。なんかいっぱいいるの。銃を持った奴らばっかだ。こりゃどういうこった。見取り図には乗ってなかった。開かない、ダメだな。他の手を考えよう。鍵がかかってるって。確認は大事だろ。それで、まあ開かない。ほら、どうすんだ。うまいぞ。あそこに通気口があるな。姉さん、ちょっとこれ見ろ。おい、それじゃ電気つけるぞ。たく、ここは電気が。懐中電灯。それもあり。タバコ吸うやつがいると何かと便利だな。体力
ないけど。匂いだけでちょっといい気分になってきたぜ。運転はサリーだな。な、真っ暗で何も見えない。これ開くのか、開かねえな。樽の裏から入れるとか。ヴィンテージワインだらけだな。これならアルカサルも満足してくれっかも。それはありえないだろうな。ゆっくり歩かないと兄ちゃん来ないと真っ暗で何も見えねえよ。押せないよね。押せんの。ナディーンと話してて大丈夫なのか。ほら、あいつの部隊がヤバいって話だぞ。サリーなら心配ない。口だけは達者だからな。マジでどうすればいいんだ。何もないんだけど。引っ張んのかな、逆に。うまいぞ。ああ、そういうことか。これで取れるようになったか、こっち。こっちだ。え、どっち？え、こっち？どっち？こっちだろ。ほら、通気口出られるな。じゃ、あそこまで登るか。どっち登るの。これか。全然平気。手伝わなくてもいいぞ。俺はライター役だ。ライターね。オーケー、登るぞ。
やったね。思ってたより狭いな。ほこりっぽい。Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Ma uita, allora io portali a sciacquature dei piatti. Sbrigati però. Sai che a questa gente non piace aspettare. Non so chi sono qua.出れないね。どうすんのこれ。なんか独房があるんだけど。外出ちゃうのよ。そっちがし。やべえ、超地球じゃねえか。どべ、diavolo si procurano questa cosa? Sono pezzi rubati ai ricettatori.新鮮な空気を吸えるぜ。あれを見ろ、あの電波塔がある建物。あれは基地局だ。何？まあ、あれが電源室だみたいだな。まずはこの門を越えないと。サム、こっちだ。押してやる。ああ、重くなくてよかった。サリ、ワインセラーから出たぞ。電源室に向かう。そっちは？おい、サリー。電波が悪いんだろう。無事だといいけど。ビンゴ、キッチンだ。やっぱ閉まってるよな。サム、見ろ。ここを登れば厨房に入れるかも。よし、やってみよう。持ち上げるからはしごを下ろすんだ。どうするのこれ。よし。だから来た来た。ボナセラ。ま、che sta facendo? 手加減してやれって。なんだよ、パンツ一丁で起きるだけだ。経験あんだろう。だな。俺はこれを着る。お前も探せ。よし。オッケー、電源室に行くぞ。電源室どこだっけ。サム、どうだ。ああ、このズボンちょっと細すぎないか。それが最近の流行りなんだよ。マジ？似合うわけだ。ええ、
鏡見て言ってんのか。じゃあ俺はこれからホールに戻るから。どっから行くの。サム、どうした。サム、サリー、やばいんじゃね、二人とも。どっから行けばいいんだろう、これ。全く分かんなくね、うん、ここ登れそう。もうちょっと登ってみようか。みんな聞こえてるか。そろそろ電源室だ。もうすぐ着く多分。いや、全然着く気配がないね。どうするこれ。縄持ってないでしょ、そもそもこれ。あ、じゃあ腰ひもついてないよ。どうすんだこれ。あ、あそこだ。ちゅうことはこっからふらーいで、こっからあーふらーい、うん、で、ここにあるでしょ。あれ、棒なかったこの辺に。あったね。で、あそこにブラス飛びつくんだよ多分。だよ、落ちてんじゃねえかよ。無事なもんか。いや、一ヶ月は身動き取れなくてよ。あの馬は平気だった。人参積んでてラッキーだったぜ。お、大丈夫じゃん。いや、気のせい気のせい。あんたのパートナーにはいつ会えるの。どれか。うん、そりゃ元パートナー。近頃はずっとお一人様だよ。お一人様。いない。うん、それは死んだってこと。いや、引退したよ、うん、足を洗って結婚したってさ、うん、そりゃ死んだも同然だな。ビクター・サリバン。ああ、こいつか。いつ以来だっけ。10年ぶり12年。15年。すごいな。ああ、こいつだこいつだ。俺たちは死人のガラクタを奪い合っている。そうか。親の仕事を手伝ってるんじゃないのか。親からついで。今そっちが本業だ。ずいぶん出世したもんだね。出品されてるもの全部買い占められるんじゃないか。ああ、まあな。でもそんなのつまらない。俺が興味があるのはいいものだけ、うん、でかいやつ。今夜は何を狙ってる、うん、お前と競り合いはごめんだな。でも、ここだけの話、品物の順番が変わってる、うん、これは誰かが裏で手引いてるんじゃないか。ここにいる連中はみんなずるして金持ちになった。だからこういう場所では助け合える仲間が必要なの。なあ、こんなこと言いたくないが、アメリカ人の手下になったのか。違う、手を組んだんだよ。あ、手組んだのこいつら。うん、最強カップルだな。まもなく次
のオークションを開始いたします。うわ、十字架出ちゃうんじゃない。トロット邸の木製の十字架です。そんじゃ、おじゃま虫は消えるぜ。あとは二人でごゆっくり。ちょっと待て、サイバー。なんだ知ってる。知ってる。それ何の話だね。ナディーン、お前さんのパートナー酔っ払ってるんじゃないか。任すな、知事。何、どうやって潜り込んだか知らないが、もしあんたが十字架を狙ってるなら生きて帰れると思うなよ。あんたを死体に入れて。まあそういうことだ。うぜえなこいつ。そんじゃ失礼するよ、ネイト。ネイト、どこをつけられてんだ。どうなった、落ちちゃったの。おお、よし、電源室やるか。おい、どここれ。どこっすかこれ。あ、電源室のとこまで来たんだな、これ。結局 あそこで落ちなかったんだな。え、どっから上がってくるのこれ。これどっから上がっていけばいいんだこれ。この棒にぶら下がるのか、まず。あっち行けばいいのかな。あ、一個降りるのかこれ。あぶね、あぶねえなおい。いや、まあ、よし。なんで電源室を選んだんだか。え、いや、いや、おお、怖え。え、これ何、何、何、そうじゃない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 、こう捕まりたいんだけど。あ、あ。いや、そこに捕まるかなと思って罰をしたら、これどこ、これどこ、ここ。ああ、はい、ちょっと待って、反対向いちゃった。ここまではいいじゃん。こっからどうするの？裏側に回って。反対、反対。なんで？捕まるんじゃないの？ああ、なるほど。どこ？いや、ここに捕まりたかったんだけど、どうやったら捕まるかはよく分からなかった。向こうか。こっちじゃない？わからん。向こう側じゃね？すごい。うん、あれ、この辺に映るのこれ。
入っちゃっていいのかな。いるぞ人が。Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo. Sto seguendo. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Qua ci sto io, ma sto seguendo. Sto cercando. Ma io sto cercando, allora lo dite.あったね、丸マークが出たんだよ。よし、いいぞ。で、ブレーカーはどこにあるんだ。ああ、くそ。サム、サリー、聞こえる？どこを突き上げてたんだ。着いたぞ。かなりヤバかったけどな。とにかく電気消すなら大チャンス到来だ。パネルに近づくにはもうちょい時間が欲しい。そんなことしてる間にレイフが十字架せり落としちまうぞ。レイフ？え、何？レイフ？レイフがここに？ああ、あのレイフだ。しかも今んとこ最高値をつけてやがる。なら整理かて。むちゃ言うな。どこにそんな金あんだ？どうせ最後は盗む。だろ？レイフに見抜かれたな。大丈夫。9万ユーロ。他にお声はありませんか？9万ユーロ。十字架が手に入らなかったら俺は死んだも当然だ。でも、落札したら違う意味でおしまいだ。少し時間稼ぎしてほしいだけだ。信じて。いらっしゃいますか？よろしいですね。札が上がりました。現在10万ユーロです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？レイフ見てるで。11万。現在11万ユーロです。こうなれとことん付き合うよ。札が上がりました。大丈夫。なんとかするって。頼むぜ。OK。鍵を壊さないと。札が上がりまして13万ユーロです。何？ただいま14万ユーロです。そちらの男性ありがとうございます。15万ユーロとなりました。おい、なんかあるだろう。頼むよ。現在16万ユーロです。他にお声はありませんか？待てって。そちらの男性17万ユーロですね。いいぞ。ただいまの金額は18万ユーロとなりました。やった。ありがとうございます。20万ユーロとなりました。スイッチの前に来たぞ。いいか、いつでもいいぞ。サリバンはちょい待ち。そちらの男性、提示額は21万ユーロです。50万ユーロだ。さっさと決めるぞ。ありがとうございます。50万ユーロという提示額が出ました。入札を続けますか？ヒヤヒヤしたじゃないか、サリバン。あんたを殺すとこだ。そんじゃ、あのバカの投げっ面拝見といくか。いらっしゃいませんか？いらっしゃいませんね。それでは決まりました。50万ユーロです。皆様どうかご安心ください。非常電源がすぐに入ります。ないぞ。どけ、道を開けろ。出すな。おい、そいつを止めろ。何やってんだ、逃がしやがって。言葉分かってんのスパリッシュ。サム、十字架取ったか。聖ディスマスならここにある。拝むか。いい感じで大騒ぎになっちゃってるぜ。え？
どこに逃げんのこれ。あそこ？え、ここから行けばいいんだよね、多分ね。え？これどこも行けないんだけど。どっちにいるんだよ、こっちか。わかんない、どっちにいるんだ、これ。こっち降りてくるのかな。ちげえよな、うち崖だもんな。やっぱこっち来ちゃうんだけど、あの屋根飛び移るのかな。超警備員だらけなんだけど、こっちでしょ、こっちの屋根でしょ、うん、そこに行こうとしてんだ。降りたってしょうがないよ、これだよね。お、超やべえんだけど。これさ、やっぱあれだな。多分ここ一個降りて。vicino alla torre. Ah, poi c'è davvero. Hinto. あそこの屋根飛び移ってるな。こっちにいるのかいないよね。うなっても。おい、ちょっと撃たないでくれよ。迷っただけだ。おい、一回死ぬ。見つかっちゃったか。スパルパギアティビ。キュンクセスタートノポエセロンタノ。テニオッケベ。メルチェラシャラプリエタチリメティアムルクーロ。ちょっとダメだ。すんげえんだけど。危ない。
くよ。ほい。こんなことなら銃を持ってくればよかった。どこに行けばいいのかよくわからないんだよね。あれヒント出ない。のいい場所に登るか。Merda! Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. こっち行けばいいんだよね、多分ね。こっち何もないよね。ないね。よし。どこ行けばいいんだろう。あそこがホール、うん、車は正面だ。もう平気だ。顔も見られてない。深呼吸して華麗に脱出だ。なんか宝ありそうじゃね。ほら、あ、違った。なんかそこ光ってんの。おお、失礼。ここは立ち入り禁止。お互い様、コシオ、二人の秘密にどう。あなたすごく素敵なものを持っているわね。マジ。いや、その悪いんだけど、俺ってば奥さんいるんだよね。ってことでごめん。隠し通せるとで十字架像を渡して。お嬢さん、俺が紳士で。よかった。また戦うのか。出なきゃ。なに。そうかい。
あんまり気が乗らないけど。かかってる。動きがバレバレ。少しは手加減しないと。残念。今のはわざと。もう暴れてんじゃん。すんげえ強いんだから、マジ。さきな。お宝をよこしな。で、ここのお宝は全部盗品って知ってた？博物館のね。だ、ほんと気に障る男だ。ボコられてるで。ちょい待ち、まだ時差ボケなんだって。今回は引き分けてどう？ここババ強いんだけど、マジで。あ、くそ。観念した。まだ生意気な口聞くつもりな。あんたマッサージ下手って言われない？背中がかなり痛むんだけど。分かった、待てって。後ろのポケットだよ。どこにある？で、どうだ？よし、準備はいいぞ。どこにいんだ？ちょうどナディーンとお別れしたとこだ。彼女最高。そうか、こっちはヤバいことになってる。みんなパニックしてもって知ってかないんだから。二人とも急げ、早く来いよ。姉さん、どこだ？さあな、そっちは？ホールの近くだ。途中の丸い看板みたいなのを探せ。丸い看板、よし。銃を手に入れてやったぞ。後でな。どこだよ、丸い看板って。どうすんだろうな、こっちから行けるかな。こっちから無理だよね。あそこまで飛べる？飛べるよね。なんか真っ暗だよ、真っ暗。あそこだ。行くか。ああ、なんとかな。そっちには行けそうにない。降りられるか？ああ、多分な。よし、じゃあ車で待ってるぞ。ホールへ向かうんだ。分かった、後で。どうすんのこれ。どうすんのこれ。これ銃しまうとかあるのこれ。しまった。しまってない。どうすんのこれ。下に？
って言ったじゃん。またここからじゃないか。いい腕してんな。平気か。ああ、なんとかな。ああ、そっちには行けそうにない。降りられるか。ああ、多分な。よし、じゃあ車で待ってるぞ。ホールへ向かうんだ。分かった、後で。ここにぶら下がる意味はあんまなかった。降りちゃっていいか、これ。敵がどこにいるか分からない。やべえ、あっちなんだ。Dove sei finito? Aspetta. Ma che?超打ち合いになってんだけど、
ホールはそこだ。よし、もう少しでホールだ。デイさん、身動きが取れない。手を貸してくれ。サム、待ってろ。いいね。Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! どこ行けばいいの？Cos'è stato? こっちだよね。Falso allarme. Dove ci vengono? Venite fuori! Ora! これか。じゃあ行くぞ。
何やってんだレイさん。よ、元気？もうオークションはコリゴリなんだよ。だな、もう真っ平。ジョイと計画変更だ。みんな一気に回復してまともに動け。止めた。マジか、どうするんだ。ホールの隙間に噴水があるだろ。そこで会おう。分かった、行くぞ。来るぞ。早くこっからずらかるぞ。死んだか？大丈夫だね。あ、死んだ。手榴弾来た。弾が。
地獄に落ちなきゃいいが。くそ。なんだ。体。は？くそやられた。さすが兄弟。よし、ドクロマーク、いい感じだ。エイブリーの印だ。これは？オディエ・メクム・エリス・イン・パラディソ。何時、我と楽園にあるし。これはキリストが聖ディスマスにかけた言葉だ。だな。でもこの数字は何だったの？何かの暗号か。電話番号？いいか。西暦だ。え？ほら。1659。エイブリーの生まれた年か。1699。ときたら死んだ年だ。資料によればそうだな。ってことは生まれた年、死んだ年、それに楽園、エイブリーの墓を探せってことか。聖ディスマス大聖堂。ちょっと待て、あそこはレイフが散々探したんじゃないのか。大聖堂をね。シンボルを見ろよ、うん、これはスコットランドの古い墓石にあるやつだ。だろ。で、こっち、ここの設計は変わってる。うん、ここが大聖堂。でも墓地はこんなに離れてる。レイフは的外れだったってわけか。その通り。よし、スコットランドに行こう。まあまあ、ちょっと待てって。当然レイフが待ち構えてるだろう。それはついてから考える。のこのこ出て行ったらあいつを喜ばすだけだぞ。しかもナディーンと傭兵部隊までお待ちかねだ。でも奴はこれを持ってない。海賊史上最大のお宝が目の前にあるんだぞ。サムを救うためじゃなかったのか。そうさ。でも同じことだろ。サムを救うためには財宝がいるんだ。エレナには何て言うんだ。おいおい、まったく。いや、そんな単純じゃない。いいか、ずっと二人で冒険してきたんだろ。これは理解しないさ。もっとあの子を信用してやれ。リスクエレナも連れてくの。サリバンの言う通りだ。状況が変わった。レイフが関わってる。ここからは俺一人で大丈夫だよ。そうか、貴重な意見をありがとう。悪いね。もしもし、これだ。何か言いたいことでも。なあ、その大変だったことは分かってる。無所で何年も気の毒だったと思ってるさ、うん、でもネイトのせいじゃない。そんなこと言ってないさ。足を洗うのには随分時間がかかった。脅しちゃいない。自分で選んだ。こうなる運命だったんだよ。本気で言ってんのか。あんたはなんでここに。俺はあいつの子守役ってとこさ。いや、数週間で帰る。うん、もちろん。オッケー、愛してるよ。じゃあ、エレナには仕事がちょっと長引いたって言っといたよ。嘘は言ってないだろ。だろ。ほら、どうする。サムを助けてやろうぜ。ま、スコットランドでちょっくら観光でもしたいと思ってたところだ。お、スコットランド行くぞ。おい、レイフ派手にやってんな。大聖堂にかかりきりってとこみたいだ。ってことは、墓地は俺たちで独り占めできる。サリ。ああ、準備 OK だ。用意しないと。頑張れよ。な、来ないのか。いや、ほら、エスカレーターがありゃついていくんだけど。わかった、すぐ戻る。おい、ネイト。え、なんだ。ピカピカのやつを楽しみにしてるよ。任せとけ。よし、エイブリー船長にご挨拶と行くか。
休憩疲れた。女聖堂に宝を埋めるなんて妙だな。